ははいどうもこんにちはしのくです今回はフランスレジェンダリー巡洋艦のコルベールを紹介していきます。コルベールは二次大戦後に設計・建造された防空巡洋艦であり比較的小柄ながらも強力な 127mm 両用砲を搭載していました。ということで、まあ、実はこれ前回、まあ、以前紹介していたんですけれども、うんまあ、コルベールね、えーまあ、調整が必要だということで1回消えて、まあ、調整後に再度レジェンダリー隊に実装されたという巡洋艦ですね。 フランス初のレジェンダリー巡洋艦ということにはなるんですけれども、他の大型の巡洋艦と比べるとかなり小柄、防空巡洋艦という形になっています。火力も小柄、船体も小柄という感じです。で、前回と違いも紹介しながら解説していくんですけれども、まずは走行ですね。コルルベー小型のという割には まあ、実は結構地味に優秀な走行も持っていて、まあ、それがこの、まあ、3 2ミリの走行ですね、この寒州完備走行が3 2ミリとなっているので、これが何を意味するかというと、4 0センチ方クラスですね、まあ、これを防ぐことができるという形になっています。なので缶を縦にしていれば まあそういったのが調弾できる可能性があると。まあ、ただ、完備部分ですね、これは垂直な走行になっているし、まあ、このなぜかね、あのこの部分が緑色っていうか青色になっているので、この部分で余裕で貫通するので注意してください。まあ、あんまりね、完備は見せると難しいかなと。貫種なら、まあ、そこそこ耐えるかなってところですね。はいまあ、ただ、バイタルパートを見てみると、まあ、このようにね、完全に水面上に飛び出しているし、まあ、そこそこの走行が張られてしまっているので、まあ、過貫通バリアなどをね、 あの運用は難しいので、まあ、かわ横にさらしてしまっていると、巡洋艦とか、まあ、特に巡洋艦ですね、AP の浴びると、あっという間に防火貫通されてしまいます。なので、打ち合いはね基本的に避けて、まあ、立ち回っていくのがいいかなというところですね。はいでロードアウトですね、まあ、こちらは一般的な巡洋艦となっていて、まあ、修理班もレジェンダリーで1個多い、うん、となっています。アンデフォルトで3回、増やして4回。 ああまあ、レジェンダリーというかフランス、このコルベラはなぜか1個多いんですね、そういえば。で、エンジンブースト搭載しています。まあ、大型巡洋艦と同じ修理班の使用回数になってますね。はいで、高端性ですが、高端性は HP36100、まあ、これはねあの、レジェンダリー巡洋艦の中では多分一番少ない数字になっています。で、装甲も最大80ミリですね。で、対水雷ダメージ軽ーも10%と、うん、基本的には撃たれたり、魚雷を食ら,って食らってはいけないという巡洋艦です。 はいで手法が1 2 7ミリ砲これがねかなり強力で、まあ、2×8 なんで最大16問を持っています、うん、ただ配置を見てもらうと分かるんですが、まあ、手法配置がね片弦にしか向けられないやつも、まあ、あるので、うん、全力射撃というのは難しいんですけども、まあ、アトランタみたいな感じですねうん、まあ、ただ貨を斜めにするとそこそこいっぱい打てるので、まあ、うまく打てる角度をね自分で確認して、まあ、調整しながら火力をね投射していくといいかなと思います で127ミ、mm、リでレジェンダリーなので、当然ね、装填速度が速いですね。この数字だと2.9秒ということになっています。まあ、非常にあの装填時間が速いと、まあ、いうことですね。で、まあ、何をね、調整して帰ってきたのかというと、まあ、自分も前の動画見て、まあ、見てみたんですが、火災発生率がね、下がっているんですね。うん。現状で7%となっていて、まあ、これで強化をね、入れると、 これで初めて10%ということで、まあ、最大12%、まあ、3%ぐらい下がっちゃってるんですね。さすがに燃えすぎだと判断したのか、まあ、ちょっとね、その辺が弱体化されてます。うんまあ、ただ、まあ、10%でもね、レジェンダリー巡洋艦あだったら十分燃える、うん、レジェンダリー巡洋艦の大多数が燃えやすい方式が搭載してるんでね、まあ、体感、そこまでの違いはありませんが確かに以前よりは燃えにくくなったかなという印象がありますね。うん はいというわけで、まあ基本的にはね燃やしていく巡洋艦でしかない、魚雷もね、ないですね。うん、という感じなので、まあ、走行と、まあ、あとはね、機動性、エンジンブースを使った機動性を生かしながら、まあ、そういったものをやっていくというね巡洋艦になるかなと思います。まあ、ティアアレジェンンダリー版のアトランタですねはいそれでは今回は、フランスレジェンダリー巡洋艦コルベール、早速、戦闘を移っていきましょう。 さあというわけでマッチングしてますけど駆逐艦が多いマッチングですね駆逐艦4戦艦4巡洋艦1位ということでああでもこっちは駆逐艦4戦艦3巡洋艦2ですねまあちょっとマッチングが若干いびつですけどまあ問題はないでしょうで相手コルベールがもう発見されましたなんかこれ発砲してるのかなってぐらいの隠蔽ですね うん、打ってもいいですけど、まあ、まずは味方戦艦にぶっ放してもらいましょうはいで武蔵発見しまたので自分は武蔵を打っていきますうん非常に連射力も高くてでおまけに発火も、まあ、起こしやすいので、まあ、当たり前ですけどめちゃくちゃ強いですねはいでアレン・エム・サムナーも発見してるんでこれも打ちましょう、まあ、割とティア8体だと人気のある でですよねはいで武蔵火災発生でまあ一応、まあ、即消ししてきちゃうでしょああで何いきなり魚雷発射感赤いこれはちょっと涙目ですねはいじゃあここ相手駆逐艦がなんかいるのでここ突っ込んでおきましょうああでアレンゲムサムナー魚雷直撃で沈没ですねはいでなんか結構相手もボロボロだなだいぶボロボロにされてるぞ うん、まあ、いい感じで勝ちが確定していそうな感じはします。大敵駆逐艦、島風が、うん、キャプチャーで炎上しているので、逃げ場がないでしょう。なんだこれ。<laughs> おー、すごい。はい、もう勝ちですね。ありがとうございます。はい。グッドゲームです。これでもう負けはないでしょう。 すごい戦い戦になりましたねたまにはこうやって楽して勝てる試合もあるんだなというさてこれサムナーちょっと戻った方がいいですねこれコルベールが突っ込んでくるんでさあ来ましたねここ AP も打っておきましょうかね反転しないか でで突っ込んでくるで。ヘイトを自分に向けてきましたがまあね、竹、ね、<laughs> ガリに失敗しても引くに引けなくなった状況でしょうで、まあ、手法コルベール、ね、これ打っててわかると思うんですけどこの手法が、ね、止まりやすいので結構、丈夫行動物でこうやって榴弾叩き込んでるだけでみるみるね戦闘力を、ね、失っていきますうんで、おまけに座礁しましたね。はい これでまあもう相手はもう死確定でしょうこちらもね逆にダメージを受けてしまうんですけど中央部分以外も本当にボコボコにできるので装甲隊以外ははい、もう主砲って2機ぐらい故障してますね2機どころか3機ぐらいは多分破壊したんじゃないかはい、でもこれ勝ち確と。 いう状況ですかねまあまだ勝ち確ってわけじゃないか何気にこっち駆逐艦2隻逆斎全滅してるからうん、まあ、まだわからないですね、まあ、とりあえずは見えてる武蔵を射撃していきますはい武蔵火災を消したので再着火狙っていきましょうはい艦首再着火して中央部再着火して後部にも再着火していきたいですね 武蔵怒りの砲撃をしていますけど、うん、で、コルベール、この中遠距離に、ね、意外に当てやすい、うん、127mm 砲搭載系なんですけどなんか弾道性能はそこまで悪くないですね、まあ、山なりなんですけどわり、うん、かし当てやすいという狙ったところに、ね、飛んでいくはいで、これで4箇所,所フルコンプリート着火してますけど。 これでまあ軽く4万ダメージぐらいは入っちゃうっていうね恐ろしいですねはいまあ AP 使ってもいいんでじゃあ AP ちょっと打ってみましょうかもう燃やすとこないんでね味方の被害が拡大する前にはいすごい勢いでゴリゴリ削れていますねはいこれで火災でも何でもいいんで落ちるはい落ちるでしょう はい、で相手の戦艦部隊が中央から逃れてきてますね。まあこれ、駆逐と戦艦がまあ連携、まあ取れてないっていうかうん、まあ一緒には行動していないので、まあ、だいぶ厳しいんじゃないかな。で、味方の山とはただはい、HP がなくなって落ちましたね。 これ、島浦射きできるかな、多分できないと思うんですよね。ギリギリ頭出ちゃってるんで、発見、ああ、でも発見されないか。いやー、だとしたら強いな。はい、またしてもレジェンダリー戦艦燃やすと。まあ、レジェ戦艦は本当にこれ、火災にね、弱いっていうのが本当にね、修理班も少ないですし。 まあまあ精度もね、そんなに良くないからなかなか戦いづらいんじゃないかなと思いますしね。先カーを打ってくれているので自分は大丈夫かなと思いますちょっと完備あたり狙ってるんですけどうーん、まあ、完備ピンポイント着火はさすがに難しいかなと見せかけて燃えましたね、はい、これでグローサーも撃破と。 でこれ相手駆逐艦も排除してくれて、うん、圧倒的に有利な状況ですね。大和はまあマトは、まあ、コルベールの走行では全く歯が立たないので、まあ、正直あの戦っちゃだめな部類となります。まあ、ただまあこれ勝ち角なんでねもちろんマト狙ってきます。 まあ、コルベール、ね、復活して、まあ、こうやって使うことになりましたけどうん、まあ、ちょっとなんか弱体化入ってるのかな、まあ、どういう調整が入ったかっていうのはなんか正直よく分かんないんですけどううん、もうね、前使ったのがもう1年以上前ですから、うん、正直何が違うのかは分かんないリロードが遅くなってるのかもちょっと正直見てみないと分かんないんですけど。 ヤマト火災を消して自分に射撃とヤマトはね、まあ、正直このコルベル、破壊値取れるのでここで自分が破壊地されてしまったらまあぶっちゃけ終了と, <laughs> という形になるんですけど、うんまあ、幸いは破壊地されないかもしれない、うん、運が良ければ破壊地運が悪ければ破壊値、まだ打ちまくっておきましょう、はい、味方からの攻撃マトにも再着火ヤマサイド、はい、砲撃。 うん、あー外れちゃいますね、はいラッキー <laughs> もうあの肝試しみたいな感じになっちゃってるけどまあしょうがないですよね、はいで大和が別の味方3番方塔で味方の別の味方打ってるのかな島風も落ちてはいヤマトラストですねさあ、再度ド、大和狙ってくるでしょう、さあ狙ってきて。 これも原則で回避してきれいに分かりましたねはいまたしても生き残ってしまったうーん、まあ、回避運用もね運次第なんで結局ね、まあ、うまくいくかいかないかっていうのはぶっちゃけ運次第なんで、まあ、確実に入るのは当たりづらくはなりますけどねはいこれで島風に魚雷が刺さってゲームセットと。 うん、まあいうとこうですが、まあそうですね、レジェンダリー環境でやっぱ相変わらず火災を起こせるのがやっぱ圧倒的に強いので、まあこのね、当然、まあ、このコルベールも強いですよね。はい。ああ、でもまあそうですね、まあ、正直味方駆逐隊が強すぎたかなってところは、うん、あるかなと思います。うん、まあそこをうまく援護してね、まあ自分もいい感じでしたけど。 まあこのアレン・ム・サムナーがね一番最強ですね。はい。うん、まあ戦績も悪くないし、ただね、まあ、野戦っていうか、本当にあの打ち合いには全く強くないので、先ほど沈めたみたいにね。だから、まあある程度、島とかを生かして、軽く投射しないと、うん、即死してしまうので、うんやっぱそこはうまく、ポジショニングをね、 まあこういうい北方みたいなねポジショニングがしやすいマップだったらいいんですけど、まあ、クラッシュゾーンとかねギリシャみたいなポジショニングが個人的にしづらいマップは立ち回り難しいかなってところです。はいそれで今回は、えー、フランスレジェンダリー駆逐艦あレジェンダリ巡洋艦の再登場したコルベールでしたごご視聴ありがとうございました。